今回はフランスに工場のある日本企業に関する話題からです。大手タイヤメーカーのブリヂストンは先月、フランスのベチューンにある工場の閉鎖の方針を発表しました。日本国内としては最大手のタイヤメーカーであるブリヂストン。創業地の福岡県久留米市では、ムーンスター、アサヒシューズと並び、ゴム3社と呼ばれています。もともとは日本足袋株式会社、現在のアサヒシューズ株式会社のタイヤ部門として発足しましたが、後に独立分社化し、株式会社ブリヂストンタイヤに社名を変更します。現在ではフランスミシュラン社に次いで世界第2位のシェアを誇り、アメリカグッドイヤー社とともにタイヤ業界のビッグ3と呼ばれています。また、約180の生産開発拠点を持ち、150を超える国々で事業を展開しています。ベチューン工場閉鎖の理由としてブリヂストンは、近年の欧州のタイヤ市場が悪化傾向にあることや、この工場が生産する低インチタイヤの競争激化を挙げており、工場の操業継続のためにあらゆる可能性を検討しましたが、継続することは難しいと判断したとのこと。この工場は60年近く操業が続いており、今後工場閉鎖により影響を受ける約860名の従業員とその家族、地域社会への影響が最小限にとどまるように対話をしていくと発表しました。これに対してベチューン工場の労働組合などだけではなく、先月初めに日本円で12兆円を超える過去最大級の景気刺激策を発表したフランス政府も反発しています。ルメール経済財務相は同社の決定を言語道断とした上で、解決策を見出すため政府として戦っていくと宣言。また、アタル政府報道官も閉鎖の方針を信頼を裏切ったと非常に激しい表現を使って批判しています。この件をフランスの大手メディアがこぞって報道すると、現地で大きな反響を呼んでいました。フランス政府の言い分も理解できますが、会社自体も生き残りをかけて必死なのですから、仕方のないこととして真摯な対話に向き合ってほしいものです。ブリヂストンは日本のタイヤメーカーだ。どこでビジネスをするかは彼らが決めることであって、フランスには何も言う権利はない。フランスの外交には毎度笑わせてもらってるよ。とにかく怒ればいいと思ってるんだ。そして実際には何もしない。グローバリゼーションとリベラリズムを推し進めたのは誰だよ。ブリヂストンは仏政府の融資を受けてないし、事業の取り決め以外は支援も受けてない。むしろ日本企業が今まで来てくれていたことに感謝しようや。日本人は俺たちの政府よりも優秀だよな。ポーランド、ルーマニア、中国あたりの外国に工場を移していったのはどこの国の企業でしょう。そしてそれは仏政府の長年の政策でもあったでしょう。残念だけど、日本人が一度決めたことを翻すことはないよ。彼らは諸子貫徹の国民性を持ってるから。大臣は何も言わない方がいいと思うけど、工場を閉鎖するかどうかは企業の自由なんだから。いや、ブリヂストンが発表する前から、大臣は仏経済の厳しい状況を理解してたでしょ。ルメールさんはまだ理解してないのか？誰ももうフランスなんかで仕事をしたくないんだよ。フランス政府は断固戦うって？今まで政府が弱者に興味を持ったことが一度でもあったか？これがカルロス・ゴーンを逃がした日本の復讐よ。優良な企業にこの先もフランスに残ってもらうためにも、中国製の安いタイヤを買うのはもうやめよう。ミシュランの工場だって閉鎖になっちゃうかもよ。海外企業の撤退なんて何年も前からあった。だけど政府は何も対応してこなかったじゃないか。なんでミシュランとか他のフランス企業に対してより、日本企業に対しての方が政治家は攻撃的なんだよ。
ブリヂストンは民間企業なんだぞ。どういう決断をしても何も言えない。以上。日本人もフランスの税金の高さに怒ってるはずだが、こんな理不尽な反応をしてたら日本人に笑われるぞ。なんで業績が悪化してる企業が自分たちの判断で撤退できないんだよ。フランスは900万人が失業中なんですが、政府は一体何をしてくれるんでしょう。フランスを去るのはブリヂストンだけじゃないでしょう。まずはコロナが収束しないとどうしようもないさ。この政府の批判ははっきり言って間違ってる。企業は必要な時に必要な場所で工場を閉鎖できるんだ。ただ政府には仕事を失う従業員のサポートだけは今後徹底的にやっていってほしいね。動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。